スカイピースイエイ。テオ君の方ね。どう入ればいいよ俺の。いや気持ち出ましたね。出ちゃった。あごめん。いつも出てんから。おすなすなお前。いや頑張ってんねこいつも。いや気持ち出ましたね。楽しかった。出ちゃった。そうです。ユニクさんのクソペロリンちゃん。どうもペロアイダチです。ということでね先日なんとスカイピースさんとコラボさせていただきました。ありがとうございます。楽しかったよね。お前来てへんのお前なんでちょっと東京染まってんの喋り方動画はねあのまだ後日出るんですけど、はい、すっごい楽しかった僕ほんまスカイピース大大大ファンで、はいはい、好きやったからまあめちゃめちゃ涙流した動画もまた出るんですけど、お前らもちろん好きやったあっいやそれはねそれはもう相手にチェックしてるよということで今日の曲スカイピースのサムネだけでタイトルを当てろもう午前5時それ午前5時朝飯前余裕余裕お前俺午前4時に朝飯食ってんだけど毎日牧場で働いてますシシ第1問じゃじゃんわもう余裕やんレッツシンクカーテヴェヌーダンラルーじゃあ僕いいですかはいシクジンタンメガネの胴を上げるカーテヴェヌーダンラルー多分スカイピースさんっていうのはやっぱり綺麗な動画で有名なんですかね。いきます。神回ジンタンワイロにテオくん野球賭博。やめろ。やめちまえお前。はいはい。号泣してたんで秘宝ジンタン初めての擦り傷。やめろすぎやろ。はい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 。はい、ジンタンの涙腺ぶち切ってみた。ガーテヴェヌーダンラルー。号泣してるから。多分号泣する。よっぽどなこと起きたから。テオくん、口癖がて、テオテオテオ。ガーテヴェヌーダンラルー。はい。はい、どうぞ。ジンタン、メガネがかけれない。ガーテヴェヌーダンラルー。メガホン当たっちゃってもう。はい、出た。ついに宮川くんのホルマリン漬けに成功。はい、どうぞ。はい、行きます。号泣します。テオくん、俳句に挑戦。枕言葉がテオテオテオ。はい、タカシ。テオくん、スカイピースのポーズ間違えてジンタンにやっちゃう。ガーテヴェヌーダンラルー。正解の方はやばいやばいジンタン号泣しちゃったでした。まあ内容で言うとドッキリでジンタンがカメラの撮影データなくしちゃったけどあってそれについてあちょっと待って待ってもしかして俺らガチで答えれると思ってた。うん。それって動画の尺5秒。動画の尺5秒なんか。じゃあ第2問これです。簡単やん。おもろいな。はいはいどうはい。リアルのび太。ガーテヴェヌーダンラルー。目の前でミーアキャット踊り食い。ガーテヴェヌーダンラルー。はい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 。え、アウストジンラロピテクスタントゥン。ガーテヴェヌーダンラルー。それでええんか。お前それでええんか。一行目だけしたけど。じゃあペロ。え。キュービーハウス思ってた以上に髪切るなんか。ガーテヴェヌーダンラルー。答え言うな。美容師にイメチェンをお願いしてみた。あそれや。あそれや。うわ俺見てたやつやんぞ。ラスト問題。はい来ました。あまこれちょっとね。君たちコアなスカイピースファンなら分かってくれると僕は信じてこれです。はい。はい。お。マジか。ミレイちゃん2時間待ちかもう行くなやもう行っちゃったあとどうしようマジか内見来たよかった新しく住むとこほぼトイレやはいピロマジか今月の収益2万でしたああ違うんや。ガーテヴェヌーダンラルー。出す前に気づく。あそうや。めっちゃウケると思って。決まった。はいティスタ。あティスタも。はい。マジかっていうサムネこれありますよね。うん。お下半身ケンタウロスやん。ガーテヴェヌーダンラルー。下半身ケンタウロスだよ俺。じ
じ。マジか、航空法変わったからもうペリカンで移動できひんやんけ。はい、払いたい、払いたい、焦るわ、ごめんな。さすがに多いわ。マジか、牛乳って呼んでたけど牛乳って読むんか。長い、もう終わろ。長い、ピリオド打つわ。打つわ、打つわ、打つわ。もちろんスカイピース好きです。あー、まあ好きだな。一番好きな、じゃあ動画はハリーポッター賢者の石見てみた。Quand t'es venu dans la rue encore。 著作権無視すぎる。いきます。マジか、ジンタンがタタン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 。スカイピーさんとコラボね、すぐできたんで、その動画、3月中頃に出るんで、楽しみにしててください。